もし少しちょっかいを出しただけのつもりで人が死んでしまったら。2011年8月、イギリスノッティンガムシャー州ノッティンガム。はぁ、めんどくせ、喧嘩くらいで大げさじゃねえか。取調室の中、担当警察官がやってくるのを待っていたその少年はジェイコブ・ダン。この日彼は警察に呼び出され出頭。事前の電話で大したことではないと説明されていたため、軽い事情聴取を受けるだけだと思っていたんです。そしてジェイコブ・ダン君だね。1ヶ月前、街でこの男性を殴ったね。取調室へやってきた警察官が差し出したのは、ジェイコブが1ヶ月前、友人の喧嘩の助けに駆けつけた際に殴った男性の写真。ただ、ジェイコブは男性を一発殴っただけで逃走しており、この喧嘩が何か問題になるとは思っていませんでした。はい、それが揉めてたので。1ヶ月前のことを今更警察に届けた被害者に、中は呆れながらそう答えたジェイコブ。すると、警察官はこう言ったんです。ジェイコブ・ダン、君を殺人容疑で逮捕する。たった一発のパンチで殺人を犯してしまった少年。その一撃が放たれた日、一体何があったのか。そしてこのパンチ一発をきっかけに、少年は別人になり変わっていくんです。おざす。最近桃太郎電鉄99年にハマってるよ、ケンちゃんです。ゲレンデでゲレンデマジックをかけたい人がいます、ヤミコです。はい、というわけでね、そんなヤミコさんね、桃鉄一緒に今度やりましょう。桃太郎電鉄っていうね、スゴロクみたいな桃鉄ねゲームがあるんですけど、僕めっちゃ好きで、最近ねスイッチで世界編みたいなの出たんで、うん、世界編いくつ駅があると思ってるんですよ。数えないんですけど、あいつが好き、角刈りですっごい金額持ってくやつ、うん、ああ、スリの銀次ね。スリの銀次、うん、うわー、あれ俺今日5000億持ってくれた。5000億。皆さんもねやってみてほしいけど、別に案件でもなんでもないんでやらなくても大丈夫です。世界編楽しそう、はい、本日ご紹介するのは、イギリスの街中で起こってしまったとある殺人事件。なんとこの事件を起こした少年はパンチ一発で人を殺してしまったんです。そんな超人なの？めちゃくちゃムキムキとかじゃないと、パンチ一発で人なんて普通の人だったら殺せなくない？イメージつかないですよね、うん。まあ、この犯人ね、ただの不良少年、うん、そしてこの少年は手を出してしまったそのパンチ一発でいろんなことに巻き込まれてしまうんです。そんな彼にとっての運命の日、一体何があったのでしょうか。殺人パンチ。2011年7月30日、舞台はイギリスノッティンガムシャー州ノッティンガム。その日の深夜、とあるパブで楽しそうに飲み交わしていた数人の少年たち。めでたい日なんだからもっと飲もうぜ。そう、彼らは仲間の誕生日を祝うために集まっていました。少年たちはその場にいる全員がすっかり酔っ払っている状態。それもそのはず、彼らは昼間からもう何軒もパブをはしごしていたんです。そうやって少年たちが上機嫌で酒を飲んでいた最中、何？喧嘩？わかった、今すぐ向かう。突如かかってきた電話を取ると、席を立ち上がったその少年はジェイコブ・ダン。電話の内容は喧嘩の応援要請でした。そしてジェイコブが指定の場所へ向かうと、そこでは確かに友人が一人の男性と睨み合っていたんです。ダチに手出すやつはぶっ飛ばす。そう叫ぶと同時に男性に駆け寄ったジェイコブ。握り拳を大きく振りかぶるその姿は、彼が相当に喧嘩慣れしていることを物語っていました。一体この少年は何者なのでしょうか。1993年、ジェイコブはノッティンガムでも特に治安が悪いとされていたメドーズ地区で生を受けます。7歳の頃に両親は離婚。母親はジェイコブとその弟を一人で支えていかねばならず、家計はとても裕福とは言えませんでした。母親は保育士として働いていましたが、アルコール依存症を患っていたこともあり、それほど稼ぎは良くなかったんです。そしてそれはジェイコブが14歳の頃、ジェイコブ君は発達障害の可能性が高いです。突如、医師からそう診断を下されたジェイコブ。そう、彼は学校で問題行動を起こすことが多く、精神科で見てもらえるように指導を受けていたんです。ジェイコブの障害はいわゆる ADHD アスペルガー症候群など、昨今はおなじみの症状。しかし当時は現在に比べ発達障害の理解が行き届いていなかった時代。以降も問題行動を繰り返したジェイコブは教師に煙たがられ、退学処分となってしまうんです。退学になるぐらいめちゃくちゃ暴力事件を起こしてたとか、そういうことなのかしらね。詳しい内容はね、わからないんですけれども、うん、暴力を振るったわけではないみたいな。もしかするとね、今考えれば問題にされないような内容だった可能性もあるんです。
こうして14歳から学校へ通わなくなったジェイコブは、そこからまともに働く気にもなれず、町の不良たちとつるむように。ノッティンガムの不良たちの中にあったのは、悪さはしても決して仲間を裏切らないという独特の結束。そんな仲間たちに加勢するべく、ジェイコブは日夜喧嘩を繰り返すようになりました。学校社会から弾かれてしまった彼は、不良仲間との結束の中に自分の価値を見出していたのかもしれません。そして皮肉なことに、ジェイコブは不良の世界に適性がありました。助かったぜ、ジェイコブがいればマジで負けなしだな。ああ、喧嘩ならいつでも呼んでくれ。学校では問題児扱いされていたものの、運動神経が良く、スポーツの場面では活躍することが多かったジェイコブ。彼は喧嘩にもめっぽう強くなり、不良仲間の間でも一目置かれる存在となっていたんです。とはいえ、収入の少ない母親のことを思えば、不良仲間とほっつき歩くだけの生活を何年も送るわけにもいきません。しかし、その状況を解決する手立てもまた不良の世界にありました。そう、ジェイコブは学校を辞めてしばらくすると、違法薬物の密売で生計を立てるようになったんです。不良の世界に染まるうち、ついには違法薬物に手を出すことになったジェイコブ。売人を務める傍ら、自分でも薬物を使用していた彼は、まともな社会人にはそうそう戻れない段階に足を踏み入れていました。こうして迎えた2011年7月30日、友人の喧嘩の加勢に駆けつけたジェイコブは、すさみきっていたその人生を予想外の方向に一変させる出来事に直面します。うわぁ！男性の顔面めがけ、振りかぶった拳を思い切り突き出したジェイコブ。男性は一歩後ずさりした後、力なくその場に崩れ落ちました。なんだ、いつもと違う感じがする。男性のその倒れ方にジェイコブはそこはかとない違和感を感じました。逃げるぞ。嫌な予感を覚えたジェイコブは、倒れた男性をそのままに友人を連れてその場を走り去ったんです。当たりどころが悪かったとか、そんなのでパンチ一発で死ぬことなんて本当にあるの？喧嘩慣れしてるとはいえね、本当に驚きですよね。そしてね、殴られてしまった男性、一体どうなってしまったんでしょうか。忘れた頃に、気分が悪い。ジェイコブが喧嘩の現場から逃げ去った後、病院へ搬送されたその男性はジェームズ・ホジキンソン、救命救急士の見習いをしている青年でした。そして彼が今苦しんでいるのは、ジェイコブに殴られたことだけが原因ではないんです。相当お酒を飲んでますね。ひとまず点滴をして、明日には良くなりますよ。その日、家族でクリケットの試合を観戦しに行っていたホジキンソン。ジェイコブの友人と喧嘩になったのは、その帰りに立ち寄ったパブでのこと。ジェイコブの友人がホジキンソンの兄のサングラスを盗んでいったため、ホジキンソンはその後を追いかけ、喧嘩を吹っかけたのだと言います。彼もいつもなら手を出すようなことはしなかったのでしょうが、この時は完全に酔っている状態。ジェイコブに殴られた際、妙な倒れ方をしたのも彼が泥酔していたためだったのでしょう。結局医師は安静にするようにだけ告げ、ホジキンソンの病室を出ていきました。え、やっぱり生きてるじゃない。パンチ一発で殺人しちゃったとかって言ってたけど、殴られた時点では生きてたのね。そうなんです。この時はね、パンチのダメージも特に見られず、問題ないように思われていたんです。それはジェイコブがホジキンソンを殴ったあの日から約1ヶ月が過ぎた頃。おお、どうした？いつものように街で仲間とたむろしていた際に、友人からの電話に応じたジェイコブ。すると友人はいつになく深刻そうな声色でこう言ったんです。やばいぞ、警察がお前のことを調べてるって。この間の喧嘩のこと誰かがチクったらしい。この間の喧嘩っていつの話してんだ？そんな大げさなことかよ。ホジキンソンとの喧嘩のことなどすっかり忘れていたジェイコブは、友人のその話を軽く受け止めていました。その数日後、警察からジェイコブの自宅へ改めて連絡が入り、彼は渋々出頭。そして警察署を訪れたジェイコブは、そこで予想だにしなかった事実を告げられるんです。君が殴った男性はあの後容体を悪化させ亡くなったんだ。ホジキンソンが妙な倒れ方をしたのは、紛れもなく彼が酔っ払っていたため、ジェイコブのパンチ自体にそれほどのダメージがあったわけではありません。しかし仰向けに倒れたホジキンソンは後頭部をアスファルトで強打。病院へ搬送されたその日は酔いすぎていたため、詳しい診察を受けていませんでしたが、翌朝深刻な脳出血を起こしていることが判明。その後9日間昏睡状態に陥り、ついには息を引き取ってしまったんです。結局パンチが直接の死因ではなかったため、この時ジェイコブは殺人罪ではなく過失致死傷罪に。言い渡された判決は懲役30ヶ月と比較的軽いものでしたが、一度刑務所に入った経験から、この後ジェイコブの人生は大きく狂っていくんです。パンチがさ、あんだけすごいパンチだったとか、そういう話じゃなくって、倒れた時にも打ち所が悪かったっていう話だったの、ジェイコブもね、もうこんなことになるとはね、自分自身思ってなかったでしょうね。そしてジェイコブを変えてしまうことになる刑務所での経験とは。被害者意識。
刑務所へ収監されたジェイコブは同じ刑務所にいた受刑者を相手に自身の心境をたびたび話していました。俺は俺を警察に言った仲間のことが絶対に許せねえ。そう、刑務所へ入って一番にジェイコブの心に湧いてきたのは怒りの感情。悪さはしても決して仲間を裏切らない独特の結束を持つ不良の世界で過ごしたジェイコブにとって、警察に彼のことを密告した友人の行為は到底許されない裏切りだったのです。そして刑務所の中にジェイコブのその感情を否定する者はいませんでした。シャバに出たら絶対復讐するべきだ。ジェイコブの話し相手は誰もが何らかの犯罪を犯して捕まっている受刑者。不良の世界で生きてきた彼が怒りに震えるその理由に彼らは皆理解を示したんです。自身の感情を否定されないその環境でジェイコブは着実に友人への復讐心を募らせていきました。これも偶然が重なったとはいえね、亡くなってしまったのはこれジェイコブきっかけだったわけだし、友達がチクったからでも何でもなくてさ、責める相手を完全に間違ってるじゃない。ジェイコブもね、まさか人を殺してしまうとは意図してなかった分、なんか人のせいにしたいところがあったんでしょうね、ちょっと混乱してる部分もあるのかもしれないよね。そしてね、そんなジェイコブなんですけど、出所してね、外の世界に出た時に、ある残酷な光景を目の当たりにする。結局ジェイコブは予定より短い14ヶ月で刑期を終えることに。そして実家へ戻った彼がそこで見たものとは、嘘だろ。そこにあったのは売り物件の看板。実はジェイコブの母親は息子が逮捕された後、保育士の資格を剥奪され失業、住宅ローンが払えなくなり実家を売らざるを得なくなってしまったんです。先ほども説明したようにジェイコブの母親はアルコール依存症を患っていました。保育士の資格剥奪は息子に前科がついたことが直接的な原因でしたが、そうした母親の素行の悪さも手伝ってのことだったのかもしれません。全部俺を撃った仲間が悪いんだ。くそ、絶対に許せねえ。以降自暴自棄になったジェイコブの生活はこれまで以上に自堕落になっていきました。そしてそれは出所から約2ヶ月後のこと。その日自宅に届いた一通の手紙を神妙な面持ちで見つめていたジェイコブ。その手紙には確かにこう記されていた。どうして息子が死ななければならなかったのか分かりません。そう、それはあの日ジェイコブのパンチをきっかけに亡くなってしまったホジキンソンの両親からの手紙。息子はいつも笑顔を絶やさない子で周囲の誰からも愛されていました。そんな子がなぜ死ななければならなかったのでしょうか。あの子は亡くなってから死後検査にかけられ、3ヶ月も葬儀が挙げられませんでした。その日々は私たち家族にとって拷問のようなものでした。その文面には殺人事件の遺族にしかわからない苦しみが包み隠さず綴られていた。そんな手紙を読み進めるうち、ジェイコブのその目からは大粒の涙が溢れ出していた。俺は取り返しのつかないことをした。刑務所に入って以来ジェイコブはその事件に被害者がいることなどすっかり忘れてしまっていた。むしろ仲間に罪を密告された自分こそが被害者だと思い込んでいたほどに、本当に悪いことをした自分に罰を与えた仲間への復讐を誓い今日まで過ごしてきた。そして今目の前の手紙に綴られているのは自分が起こしてしまった事件で地獄の苦しみを味わうことになった遺族の思い。読み終えた手紙をそっと机の上に置き涙を拭ったジェイコブ。もはや仲間への復讐の気持ちはなくなっていた。なぜ事件が起こってしまったか、俺自身の言葉でこの人たちに説明しなきゃダメだ。実のところジェイコブは出所後、遺族と加害者が直接やり取りすることでお互いが事件への理解を深める修復的司法の制度を提案されていました。ホジキンソンの両親から届いた手紙はその修復的司法の第一歩だったんです。修復的司法だなんて初めて聞いた。被害者遺族とね、加害者が直接やり取りなんて普通したくないぐらいなもんじゃない。それをやり取りするなんていうものがあるの、何それ。まあ、驚きではあるんですけれども、この修復的司法はですね、被害者そして加害者遺族にとって良かったってねなってる場合が多いんです。どういうことかというと、大きいところで言うと加害者の再犯率が低くなるんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、修復的司法について。修復的司法は被害者と加害者が直接対話をし事件の根本的な原因の改善に働きかける制度。1970年以降欧米諸国を中心に広まりつつあるんです。被害者加害者と進行役の3人で進める場合もあれば、少年の非行など地域に根ざした犯罪の際は地域の人を交えて対話をすることも。1994年から97年にかけてアメリカミネソタ大学テネシー大学が共同で行った調査によれば、修復的司法を経験した少年は再犯率が通常より 32% 低いとされているんです。さらに被害者の 90% 近くがその結果に満足したと話しており、被害者加害者の間の関係が良好になったケースも多いんです。こうして始まったジェイコブと遺族の文通。ジェイコブは手紙を通して被害者ホジキンソンにあの日自分が何をしたのか、刑務所の中で何を考えていたのかをつぶさに語っていきました。すると数ヶ月文通が続いた末にホジキンソンの両親はジェイコブ
部にこんな問いかけをしたんです。君はその人生をどう生きたい。14歳で不良の世界に身を落とし、社会に役立つことなど何一つしてこなかったジェイコブ。深い悲しみを経験した遺族のその言葉は、自分はこれまでの人生で人を傷つけることしかしてこなかったという気づきをジェイコブにもたらしました。以降、社会復帰を志したジェイコブは中等教育修了一般資格に挑戦。猛勉強の末、なんと英語 100%、 数学 92%、 心理学 94% 正解という最高レベルの成績で合格してみせるんです。ジェイコブって退学扱いされてたぐらい問題児だったのに、この成績はめちゃくちゃ頑張ったんじゃない彼、うん、まあ、被害者に寄り添う経験っていうのがね、彼自身の意識っていうのをこのままじゃねダメだっていう風に変えてったんだと思うんですよ、うん、自分の行動でね、周りの人にどんな影響を及ぼしたかっていうのをちゃんと聞くことって本当に大事なことなんだなと思い知らされましたよ、うんうん。その後大学へ通い詰めると、ジェイコブは被害者ホジキンソンの両親とも直接面会。大きく変わってみせたジェイコブを前に、両親は次のように語っています。息子を奪ったことについては絶対に許せない。許してしまったら息子の人生には何の価値もなかったように思えてしまうから。でも自分が犯した罪を私たちに勇気を出して話し、人生を好転させた彼のことを尊敬しています。以降ジェイコブは自身の経験を生かし犯罪学の学位を取得。現在は大学や刑務所など様々な場所で犯罪者や非行少年の更生を促す講義を行っています。2022年にはこの事件で自身が経験したことを語った書籍 Light from Long を出版。書籍の収益でバスを買って街の若者たちをハイキングに連れ出したいんです。腰を落ち着けて彼らと話し、責任ある大人とは何かを伝えたいんです。一時は不良の世界に身を落とし、犯罪者にまで成り下がってしまったジェイコブ。30歳を迎えた彼は今、少年たちが自分のように道を間違えないよう導く存在になろうとしているんです。